ご飯の時間がやってきました。はい、イエイ、ついにやってきました。うん、初めての元部、元部です。あ、そうね。うん、初めて来るね。でね、なんで元部に今日来たかというとね、はい、実は、うん、うまい沖縄そばの店があるって聞いたんですよ。はい、でそれがどこにあるかって言ったら、すぐそこ曲がったところなんですけど、はい、2軒つながってる、つながってるというかね、斜め前にね、うん、2軒あるんですよ。はい、でそのね、2軒のうちの1軒、うん、沢の屋、はい、っていう店がうまいっていうね。とある、はい、ミュージシャンから聞きましてですね、はい、ぜひそこに行ってみたいなということで、いや元部まで来ちゃったね、はい、旅にね、じゃあ行ってみたいと思います。はい、行ってます。あいにくの雨やね。ここまでさ、うん、あの沖縄いて初めてだね、ここまで降ったのは。そうね、ね、うん、こんなザザ降りになるとは。でもよかった、最終日で、ね、ライブの時も雨降らなかったしね。本当よかったですよね、それはね、それでね、うん、うん、はいはい、このね、うん、沢の屋、沢の屋、沢の屋に、行きたいと思います。はい、ここですよね、おすすめね。はい、じゃあ行きます。はい、行ってみたいと思います。あ、もう並んでますね。メニューがいいよね。確かにね、目が悪い自分でもよくわかります。目が悪い。サラダサービスすごいね。これですよ、これ、シャキシャキなサラダがついてますね。これ飲んだよ。本当どうだった？いや、なんか普通に飲んじゃったけど。本当？これゴーヤ茶だって。ゴーヤ茶。ゴーヤ茶。ゴーヤ茶で初めて聞いた。ね。え、意外と飲みやすいよね。本当。あ、でもちょっとこうそういう頭で飲むと苦味を感じる、少しだけ。なんか。ウコンぐらいの味やったら一発で分かるけど、ね、これゴーヤかって分からない。分からない、ね、分からなかった、全然分からなかった。分からない、ゴーヤ茶すごい大量で、体に悪いわけがない、わけがない。初めて飲むのゴーヤ茶、これ意外と美味しい。そうだね、はい、こちらでいいですね。美味しそうですね。ありがとうございます。これまたすごい太い麺が、あと食べてみようか。これうどんで食べると、うん、ちょっと細めですよね。細めだね。ちょっとまたこれ全然違うね、今まで食べた時の、うん、はい、違いますね。うん、いい、うん、行きましょう、行きましょう、行きます。これちょうどいい温度だ、一気には。ちょっと無理、もう顔ベロベロになるからね。美味しい、ちょっと待って、ゆっくり回して。一気もう行こうか。味はどうですか？味はカツオだし、めちゃくちゃしっかり出てるけど、くどくない。なんでこのもう色の通りだね、結構しっかり出てます。うん、美味しいです。あ、これピータも入れるんですね。そうですね、早速入れた、うん、この何でしたっけ名前。コーレーブース。コーレーブース、うん、いただきます。うん、素朴な味しますね。素朴、うん、まあ、店も素朴です。うん、ここのは辛み強いです。あ、マジで、うん、いいです。どうぞ。沖縄そばの巡礼の旅、いよいよクライマックスになってきましたけども、ちょっと飲んでみます。すごくうまいよ、うまい。ここの軟骨もめっちゃ柔らかいわ。マジで、うん、だって、口に入れる前から溶けてるやん。マジで本当なんだね。じゃあちょっと高齢ブース入れてみます。はい、見た目じゃわからないね。いや、わからない、ね、結構辛いですか、これ。はい、うん、辛み。じゃあちょっと混ぜて飲んでみます。あ、これまた泡盛の匂いがきついね。あ、そうですね。あ、ほんまや、これ結構辛いわ、うん、ちょっとでいいかちょっとでいい、で、まあ、ちょっとしか入れてないけど結構辛い。うーん
麺はね、粉っぽさがない。粉っぽさがない、うん、どっちかつる、つる、つるちょっとザラ、つるちょっとザラ、結構美味しいですよ。平麺っていうのかね、これ、ちょっと平べったいのね。確かにね、素朴な味やわ。真面目なソーキそばを食べてるような気がします。あ、そうですか。食べてみたいと思います。ちょっと箸の割り方が変ました。いきます。これからいこうかな。本当にほら見て、このもう揺れます。柔らかい、本当に柔らかいな。麺がまんまるもんね。ソーキの味的には今までの中で一番好きかもしれないです。そう、数々の名店にね、もうね、ふわふわとろとろですよ、そんな表現。本当にこれがほんまのふわふわとろとろ、とろとろすぎて、どこに軟骨入ってんのって感じですよ。そんな感じなんだ。もうマジで軟骨探せない、軟骨ジュースですよこれは。ほら見てこれ、ブルブルやもん。これこれ、ほらほらほら、俺の手が震えてるわけであるよ。あるよ。あのか、プルプルだね。これ軟骨がここのお店の売りってことで、人気ナンバーワン。あ、でもいい。でこのソーキのちょっと味濃いじゃないですか。で少しまた汁を飲むと、このカツオだしさっぱりしてるから、もう一回なんかね、もう一回なんかソーキ行こうかな。往復で行きましょう。行きましょうかね。結構もう細くそれなりにあるよね、幅というか。だけどね、なんていうの、噛み切れるからいいってわけじゃないんだけど、なんかね、歯ごたえも残りつつの柔らかい、コシガラっていうのか、美味しいです。美味しい、うまいです。うまいです。なんだろうね、これスープにちょうど合ってると思う、ね、よく絡むよね。なんじゃ悪い麺じゃごめん、絡んでます。ああ、そういうことね。すごい、本当にこの軟骨がとにかく溶けていくの初めて。そうだ、口に入れる前からもうすでに溶けてるでしょ。ね、わかんないね、確かに軟骨あるってこと、ここまで柔らかくできるんだね。これどうすると、相性がいい。相性がいいと思う。お酒のつまみにいいと思います。お酒のつまみにも意味がないね。あ、早期ね。早期ね、そうそうそう。あ、びっくりした。これどうする、これ飲んで、これ飲んで、こんなにうまくなるね。九州ね、博多ラーメン、あ、とこですね。やっぱ弁償は入れるけど、入ってますね。これってどこから始まったんだろうね。調べてみないと。もう相性が本当に美味しかったです。試した。はい、また来る日まで。美味しかった。はい、ごちそうさまでした。はい、沢野へ行ってきました。はい、行きました。うまかったですね。うまかったです、本当に。なんかね、あっさりしてないですよね、そんなに。でもね、味がはっきりしてましたね。もうね、これで 5食目、沖縄そば食べて、まあ、ソーキそば。でも今まで食べた中でソーキが一番柔らかい。本当に。それだけは間違いないです。間違いないです。あそこまで柔らかくできるもんなんだね、だから。そうですね、時間かけてね。なんか丁寧に作ってるんだと思います。本当に美味しかったです。美味しかったです。これをね、紹介してくれたミュージシャンの方、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここまでご視聴ありがとうございました。はい、それではまた。